ついみきょうさん、そしはい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ココアです。今回も第5人格ランク戦実況解説やっていきます。さあ今回、ルイ・ミキオさん、通称のゆるいさんがですね、まあ、お相手のパーティーにいるということで今回動画を撮っております。さあここはね絶対勝ちたい試合となっておりますね。これはうん勝ちたい、まあね、きついねパーティーでも、まあ無情でね、もう俺は戦えるぞというところをね見せていきたいと思います。さあさあさあ何でいこうかな。鬼没でもいいけど上下でもいいな。鬼没、傲慢鬼没か、まあ興奮なんですよね。上下でもいい、悩みどころだが、まあここは鬼没が安定かな。鬼没でいきましょうか。上下鬼没、でまあ狙いはカウボか炭鉱か空軍かな。極限はちょっとまあ考えてはおりませんが、対戦よろしくお願いいたします。さあ空軍でもカウボでもまあ誰でも追えそうだな。まあでもね、ぶっちゃけた話、空軍の銃を先撃ちさせて狙っていくっていうのは正直あり、勝ち筋としては一番濃いかなとは思います。なんでまあ空軍をね、空軍かな、狙って戦っていこうかなと思いましたが、どうしよう、最後の最後まで悩んでる。いや空軍じゃないな、これカウボで行こう。初手は決まらない、じゃあ空軍だな。初手は決まらないんだったら空軍に行こう。決まるんだったらぶっちゃけカウボ追ってたんですが、決まらないと分かれば正直空軍にターゲットを変えます。空軍だね。さあさあステイン地味に隠しつつ狙っていきたいのは空軍。まあ銃は先撃ちですね。銃撃たせたい、できるだけ。OK さあしっかり避けて一撃。さあ板間入れて、いやめっちゃ綺麗、オッケーオッケー、相当いい、相当綺麗な展開に持ってけた。さあ奥がカウボか、急行入りそうだな、オッケー。さあまあ半分超えたので、オッケー、ここはカウボがいい、絶妙な、場所ですね。さあベールしっかりと当てて、ちょっと焦ったけどまあ間に合わないのでダウンと。さあさあさあいいね、相当いい試合展開にはなっている。いやファーストチェイスマジで綺麗だったな今回。カウボどうにかしたいんだけど絶対救助来るんだよな。救助した時に、救助来た時にカウボーイどうするかなんですよね。さあまあナイス連携、一撃、これで負荷かかって、
今回ね鬼没も残ってますんで、オッケー。さあちょっと即掴みやめて他の対処しましょうか。オッケー。いやめっちゃ綺麗、本当に試合展開綺麗かも。惜しい。オッケー。ダウンホーチでいいでしょう。ここはよし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 。うん、これはあとは曲芸師をしっかり見つけたい。まあカウボーイはですね起死回生入ってるんで今回なんで曲芸師見つければ勝ちかなといったところでしょうが、うん、回してるね。 OK、 やばめっちゃ綺麗かも今回のファーストチスめちゃめちゃ綺麗だわいいね、有名な方と戦った時にしっかりと綺麗な。オッケー、対戦ありがとうございました。はい、それでは2試合目の方も試合の解説の方をやらさせていただきます。マップはコケ村ということで、お相手の編成は最新極ゲージのアキピエロオフェンスとなっております。さあここドンピシャワープマジで気持ちいいワープということで、まあここのワープのコツというのは、まあ動画でもお話しした通りですね、スロープに登っていくかそれとも船の中に湧くか、まあこの2択となっております。ですので、今回スロープにねサバイバーが見えなかったということで中に飛んだところドンピシャワープとなりました。ただですねなんかもう一つ脇があるのかな、なんか海岸にたまにサバイバーがいるっていう時があるんですよね。ちょっとその脇の時ね、どんなねお相手の挙動が湧いているのかっていうのを確認できていないので、ちょっとそこら辺もね、まあ、見つけ次第、解説していこうかなと思っております。さあ今回の1試合目の試合いかがでしたでしょうか。個人的にですね、まず二塁さんと当たる機会が全くなくて、まあ、二塁さんと星の数、まあ、離れているとはいえですね、まあ、二塁さん多分星の数が今67とかだったかな、確認した時には67とかだったで、今自分が今だいたい星の数が、まあ、108ですね、108なんですが、まあ、格差でねマッチングしないこともないと思うんですよ。まあ、今回はマッチングしたんであれなんですが、ただね本当に初めてのマッチングということで、うん、まあもうちょっと当たってもいいかなと思うんですが、やっぱりね PC サーバー、うん、全然マッチしないんですよね二塁さんと。まあ、今回ね初めてのマッチで、勝ったのね動画化しようかなと思って、はい、思ってたんですが、もうまあ相当綺麗なね、個人的には相当綺麗な試合展開が作れて、まあ、マジで、うん、気持ちよかったですねあれはやっぱりこの大の人格結構やってきてね、個人的に満足のいく初動ランキング片手には入るんじゃないかなっていうぐらいね、銃よけからのあの板間ワープ、板間ワープって基本的に最近は相手が先倒ししてきた時にもうすぐに入れ替わるみたいなね、さっきの、まあ、1試合目の二塁さんみたいなね、あれも本当に先倒しをした瞬間に板間にね入れる、あらかじめ板間に入れとくんじゃなくてもう倒すぞっていう時に板間に入れるとあんな感じでね、スムーズに、まあ、板間ワープが決めることができると、はい、なっておりますね。ですので今回ねその板間ワープマジで気持ちよく決まって、もう個人的には5万円となっております。さあこの試合はちょっとラグがひどそうだな、うん、ちょっとラグそうですが、しっかり最終打ち抜いて、まあ最終飛び角今回傲慢ですので、忍耐力がついているのでオフェンスのねまあ、タックルもそこまで怖くはないといったところでしょうか。確定球もしてくれたので試合展開は結構早めの、うん、試合展開にはなってそうですね。
いや皆さんもね、結構自分の満足のいく初動、自分が満足のいく初動っていうのは、まあ、今まで何回か経験していると思うんですが、でぜひね皆さんの、満足のいく初動ね、どのような初動だったのか、ぜひね教えてもらえると、自分の参考にもなるので、まあ、今回ねコメントで、まあ、どのような初動だったのかっていうのを教えてもらえると嬉しいです。さあ試合展開、まあ、見ていきましょうかね。今回ね、そう、今回後付け解説なんですよ。まあなぜかっていうとね、動画撮るにあたってね、後付け解説の動画と後付けじゃない解説っていうのがあって、後付け解説の方はですね、やっぱり何か話したいときにね、話しながら、まあ試合展開をまあゆっくり一緒に見ていくっていう感じになるんですが、まあ、それはね、自分が声を出せないときに収録しているときに撮っている動画となります。ですので今回ね、多分この試合はさっき、まあサーバーのね通信障害が起きていたと思うんですが、まあ多分電車の中でやってるんじゃないかな。で電車の中っていうかね、そう電車だね、多分電車でやってるから。ちょっとね個人的な話になるんですが、自分ですね出かけるとき電車を使用するんですよ。で結構ねやっぱ一息間がねちょっと長いのでねまあ第五人格できるわけですよ。そう、その第五人格できるんですが、その時にね、まあ画面収録しながら、まあ、やってるとやっぱりね、一瞬ラグくなってしまうこともあるので、今回多分その影響でねちょっと一瞬ラグくなりましたね。さあ、まあ、倉庫行ってる間に試合展開は、暗号機残り1台、さあここはゲージを半分越したいなといったところで、しっかりとベールが回復しているので1打目。まあこの半分超えたのがねやっぱり試合展開で決め手となったのかなと思います。やっぱりねゲージ半分超えるとね本当にね後の試合展開マジで楽。さあここもう最悪ですね。これこういうところね本当に下手くそだからしっかり直していかないとダメだなっていうのはありますね。さあここは今わからない板の突っ込みで板を当てられてしまうと、あれこれは引き分けっぽい初動ですね。しかもここでワープをしてしまうと、なるほど。ただ、まあ、つい暗号機ついた場所と、まあ、極限死、まあね、ゲート開けるの遅いし、まあ、多分極限死が中間待機してるんじゃないかなっていう予想を立てております。さあまあ逆側のゲートを開けていることはないので、ここはね耳鳴りを索敵していく。ああ耳鳴りしましたね。いやここね半分超えたのマジで大きくて、やっぱり半分超えてないとね、強気にまあ動けないわけですね。ですので強気に動くためにも半分を越したっていうのは相当大きい、うん、これの勝ちの、まあ、一つの理由ではありますよね、半分を越すっていう。はい、さあしっかりベールを当てて、まあもうこれはチェックメイトですかね。さあしっかりとダウンを取ることができました。対戦ありがとうございました。いやー今回もねしっかりと勝つことができました。まあ、これであとはナキピエロの方が逃げてくれるのではないかなと思います。さあ、まあ、一応ゲートの方行くか。一応の方ゲートの方に傘を出して、さあ逃げてくれましたね。今度こそ対戦ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。